私のとてもお上手な情報をたくさん、いろんなジャンルの情報を豊富に持っていらっしゃるオーナー様で、とても楽しい時間を毎回過ごさせていただいています。感謝申し上げます。ありがとうございます。で、私双子座ですっごい飽き性なんですね。で、飽きないように毎回別のアプローチを提案してくださることも本当に楽しくて気に入っていて幸せな思いでおります。ありがとうございます。感謝申し上げます。明日新月ということで、その準備をしていきたいと思います。よろしくお願いします。午前中は動画編集しました。で、用意して美容室に行く前にかっぱ寿司に行きました。イエーイ美容室ですごく楽しい時間を過ごしました。イエーイ。で、岡谷の教室の方によってレオ様から素敵なお上がりをたくさんいただいてきました。イエーイで、畑の神様からお野菜をいただいてきました。イエーイ。あと、お友達の家にお届け物に行って、それから、大好きなコーヒー焙煎ルピナスさんに行ってガテマラを買ってきました。イエーイ。それからあとはツルハドラックさんに行って、いろんな動物性じゃないもので、いろんな味を出してみようと思っていろんな調味料を買ってきました。イエーイ。